二木島駅は、三重県熊野市二木島町にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。三木里駅あたしか駅間は、規制本線最後の開通区間にあたり、当駅は開業当初から、規制本線に所属した。規制本線は当地を経由するため、東寄り入会している。本来の計画では、家電からあたしかまでを一本のトンネルで直接結ぶ、はずであったが、 日記島の人々の陳情により、トンネルを大きく二つに分けた上、日木島峠と青見坂峠を越える、現在のルートに変更したと言われる。一面一線の単式ホームを有する地上駅。ホームは高台にあり、正面に日木島案を一望できる。ホームの北端に、開業当時からのモルタル製の駅舎がある。出入口は妻面にあり、周辺の集落とは舗装された坂道や階段で、 連絡している。1983年以降は無人駅であり、駅舎内の窓口はシャッターが下ろされたままとなっている。熊野市駅の管理下にある、トイレがある。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。日記島の集落内にあり、港にも近い。熊野市自主運行バスが、潮風か掘る熊野古道線を運行しており、 駅前の広場に、二木島駅バス停が設けられている。ありがとうございます。